ほどね登場した選手の皆さんは実はさらっと背番号までご紹介をしまして、ああ皆さん昨年と同じ背番号を背負って戦うんだということもお分かりいただけたのかなと思いますけれども、今日一番気になるところですからね、はい、ですよね、はい、やっぱりどの選手が何番を背負うのか、そしてあの番号があったけれどあの番号を背負う選手はいるのか、このあたりもね期待が高まるところではありますけれども、いよいよ全選手をこれより紹介いたします。選手も登場しますので姿が見えましたら皆さん大きな拍手で迎えていただければと思います。それでは今シーズンを戦う選手の発表です。背番号1アルナウス。背番号2山崎浩平。背番号3背負ってもらえたら嬉しいですね。
表情も引き締まって見えますね。なってます。さあ、それでは選手の皆さんにお揃いいただきましたけれども、今シーズンは14名の選手が加わっての戦いということになります。審査員選手の皆さんの声、おそらく、ね、皆さんも聞いていきたいんじゃないかと思いますので、ちょっと時間に限りはあるんですけれども、声を届けていただきましょう。それでは自己紹介をしていただきつつ、いくつかで、ね、私たちからも質問をさせていただければと思います。それではまずはアルナオ選手からお願いします。皆さん、はじめまして、背番号1番、アルナオです、今シーズン、あなたたちのサポートめっちゃ大事、一緒に、頑張ります。ありがとうございます。聞いたんですけれども、本当ですか？大好き、大好き。毎日食べる納豆もこう豆のものと引き割り納豆とありますけど、どっちが好きとかありますか？タイプわからないでも、多分、全部の納豆好きです。皆さん、はじめまして。FC東京から来ました、背番号3番、木村誠二です。サガットスの勝利に貢献できるように、自分の特徴をしっかり出して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。どんなところに魅力を感じたのか。やっぱり鳥栖は攻撃的なサッカーが魅力だと思うので、そこを一番鳥栖を選んだ理由としては、一番そこが強かったというポイントになっています。嬉しいですね。その攻撃を後ろから組み立てるのはもちろん、後ろから守備でしっかりチームを支えて、失点を防げるようなディフェンダーを目指してやっていきたいと思ってます。ありがとうございます。では続いて中原選手、お願いします。皆さん、はじめまして、中原ひかりです。サガン鳥栖の勝利に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。私は聞いたところによりますと、鳥栖にもゆかりがあるそうですが、鳥栖の練習にも実は参加をされた時期もあったと。そうですね、高校生の時に、当時のサガン鳥栖と今のサガン鳥栖、どうですか、印象は。難しいですね。では今のサガン鳥栖は、そうですね、攻撃が魅力だと思いますし、J リーグの中でも魅力あるサッカーをやっているので、このチームで僕自身成長したいなと思って、移籍を決めました。そしてサガン鳥栖には一個下の地元の後輩になられるのかな、山鹿の出身、川原選手もこちらにはいらっしゃいますけれども、いかがでしょうか、同郷の選手がいる。そうですね、ちょくちょく連絡がずっと僕さんで、特にないですけど。目くばせが。一緒にやれるのを、楽しみに、頑張りたいと思います。次はビニシウス選手、お願いします。
Boa noite a todos. Meu nome é Vinícius, sou o número 11. Estou muito feliz de fazer parte da família do Sagatos. Muito obrigado.皆さんこんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは上西選手にお願いしましょう。皆さん、はじめまして。背番号16番、上西克典です。勝利のために戦いたいと思います。よろしくお願いします。ウェイズ選手、情報によりますとキングダムがお好きだと聞いておりますが、はい、あのご自身のパンツ見てみてください。履いております。さっき見てちょっとびっくりしました。気持ちも上がりますか。はい、上がります。やっぱキングダムね、はい、ストーリーがありますからね。言ったかな。やっぱり結びつくところがキングダムの中にもたくさんありますか、サッカーに。あると思います。そうですね、ぜひ皆さんにもキングダム審査ながらの、はい、活躍を見せていただければと思います。ありがとうございます。結ぶという発表がありました。日野選手、お願いします。拓殖大学から来ました日野翔太です。よろしくお願いします。チームの勝利に貢献できるように頑張ります。昨シーズンも試合出場ありましたし、1年前倒しでプロ契約を結ぶ形となりました。やっぱりクラブからのこう期待の高さというのもお伺い知れますよね。これはもちろんあると思いますね。まあ、あの昨年は初夏成績が出てましたけど、どうですか、プロ契約となって改めて違った気持ちとかありますか。そうですね、やっぱしっかり責任持ってしっかり毎日練習頑張っていきたいなと思います。お願いしましょう。キム・テモ選手です。皆さん、はじめまして、セロマディジマキム・テモです。よろしくお願いします。吉木さん、テモ選手って、はい、あの身長が187センチと非常に高身長で、あの仙台の選手が情報を得てます。お、どんな情報が。いや、本当に素晴らしい選手だから、はい、ハムと言ってるんですけど、自分のプレーの特徴を教えてもらえますか、サポーターの皆さん。ただ、ジュセトペで、ジュゲソンプレーの、ちゃんちゃんの、キューダップのスキル、オブサンナ、サイヤソン、キューダップのスキル、サンドブスの調査。自分のポジションがセンターバックなので、あとは左利きのフィードという特徴を持っていますし、あと対人プレーだったり、スピードだったり、まあ、自分がサガンとして反応できることが多いと思いますので、皆さんよろしくお願いします。フィードさんで、楽しみにしています。では続きまして、渡辺選手にお願いしましょう。皆さん、はじめまして、
法政大学から来ました背番号25番渡辺亮平です。多くの勝利に貢献できるように精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。渡辺選手は練習参加などもありましたけれども、トトス、トスに関わるようになって何かご自身の感覚で変わったようなところというのもあるんでしょうか。少しあります。どんなところが変わりましたか。同級生同い年の選手、それこそ成熟の方が少し話せるようになりました。どんなプレーを皆さんには注目してほしいですか。気持ちのこもったプレーを皆さんに見てもらえればなと思っています。それでは続きまして丸橋選手お願いします。はじめまして、背番号28番、丸橋祐介です。さらにトスのために、精一杯頑張りたいと思うので、応援よろしくお願いします。丸橋選手は背番号は28番にされましたけれども、これってプロになられた時につけられた番号になりますか。はい。それはどういう思いから今回28番選考されたんでしょうか。いや、14番が三田選手が大先輩が作ってるのでつけれなかったっていうのもありますし、はい、28番は本当1年目につけてたんで、好きな番号なんで決めました。藤田選手の話もありましたけれども、今日トレーニングしてみて、どうですか。トスのトレーニング。そうですね、きつかったです。藤田選手からはアドバイスも受けられたんじゃないですか。はい。なのでちょっとその言葉があったからか、今日はマリは結構早くクラブハウスに来てたんだって藤田選手おっしゃってたんですけれども。はい、来ました。やっぱりちょっと早めに準備することがトスの練習は必要だなっていうところだったんでしょうか。そうですね、僕早く来たんですけど、若い選手が僕より早く来てたんで、びっくりしたので、今度からもっと早く行こう。渡辺選手ありがとうございます。はい、選手声を届けていただきましょう。背番号32、坂谷健介です。少しでもサガン鳥栖の力になれるように頑張ります。よろしくお願いします。坂谷選手はニュースでは背番号10を背負う、選手でしたけれども、やっぱりトップチーム昇格っていうのは非常に嬉しいですね。いや、嬉しいと思ってますし、はい、本当にニュース世代からみんながトップ昇格を目指してやってる中で、その中で選ばれた、選手だと思うので、またスピードもすごいとなると思いますし、またどんな、プレーをしたいか、イメージしたかっていうのを教えてもらえますか。自分はドリブルだったり、スピードによったドリブルが得意なので、そういうところを、見せていければいいかなというふうに思ってます。お願いします。関東学院大学から来ました34番の長澤島です。サガン鳥栖の力になるように頑張ります。長澤選手は非常に声かまで真面目に答えてくださるんですけれども、耳にしたところによるととても愛されキャラだと聞いております。そうなんですよね。はい。ね、そしたらもしかするとこれからね、そんな姿も見せてくださるかもしれませんけれども、はい、同じ大学の先輩
ケイマン選手もいらっしゃいますが、サガン鳥栖はいかがですか。ケイマン君にはよくしてもらってるんで、他の選手たちもよくしてくれてるんで頑張れてます。皆さんこんばんは。サガン鳥栖ユースから昇格しました北島文也です。チームの勝利に貢献できるように頑張ります。ユースからのトップチーム昇格ということで、本当にプレーする主体っていうところでは人一倍強いところを持っていると思うんですけど、そして今日になってどういう菅谷選手と一緒でどういう感じでこうプレーしたいかイメージしているかというのを聞かせてもらえますか。ユースの時にはプレーできないと思って悔しい思いしたんですけど、そこをトップ昇格したのでトップつけれたらなと思います。お願いしましょう。こんばんは、私はイ・ユンソクです。よろしくお願いします。イ・ユンソク選手は昨シーズンも練習参加されてましたけれども、サガン鳥栖はいかがですか。偉大な先輩たちが多いので、本当に学びが多い環境だと思います。本当に皆さんの方々、自分も覚えたすごい早いです。本当にさっきは言ってましたけど、スーパーでもすごいまとまりがあるんです。その中でしっかりこういうのがあるので成長してもらいたいですね。期待を寄せています。ありがとうございます。マルセロ・ジヒアン選手にお願いします。オラコのマセロニア、ビデオ・ヨコハメ FC、estou muito feliz de estar aqui vestindo a camisa do Saga Antoso e vamos lutar juntos para avançar o nosso futuro. ヨコハメ FC から来ましたマルセロニアと申します。サガン鳥栖の目標のために頑張りたいと思いますので、皆さんと一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。対戦のイメージ強いですね。ゴールを奪われるっていうような場面もありましたけれども、どうですか、その対戦した時のサガン鳥栖の印象っていうのはどうですか。a impressão que eu tive é de um time muito agressivo, que gosta de ter a posse de bola, e com o calor da torcida eu acho que eles vão pra cima mesmo, e eu fiquei muito impressionado quando joguei no estádio de vocês.サガン鳥栖のスタジアムで出たとき、うちのサポーターも熱いですし、アグレッシブなさで、とても面白い、とても印象深いの試合でした。サポーターの方々には味方となって、後押ししてくれるので、たくさんのボールを期待してます。楽しみにしています。新加入の皆さん、ありがとうございました。それでは、あっという間にお時間を伺いまして、本当になんか楽しいと、あっという間に時間を感じるんだなということを実感しております。また今週の期待も頑張ったんじゃないかなと思いますね。それで皆さんの思いを受けて、最後に河合監督に言葉をいただきたいと思いますので、それでは選手の皆さんと監督は前の方にお越しください。階段を下りていただきまして、前の方にお越しいただくようお願いします。
それではお時間も終わりのお時間を迎えました。河合健太監督より皆様へ最後にご挨拶申し上げます。はい、本日は平日の中足を運んでいただきありがとうございます。2024シーズン、今日からトレーニングを、開始したんですけれども、やはり今シーズン皆様に何を届けるか、これはもう毎シーズン考えるんですけれども、皆さんの、顔を今日見させていただいて、もちろん今日来れなかった方々もいると思いますが、やはり我々がファン、サポーター、サガン鳥栖に関わる皆さんに対して、何を届けるか、喜びと熱狂かなと、今思いました。熱狂というところで言うと、やはりアウェイの、スタジアムもあるんですけれども、隣にあるエキスタ、ここで来ていただいて非日常を味わっていただく、時間を忘れて何かに没頭するような、そういうテンションが上がるような、そういうものを見せること、これは我々のプレーで、示さなければいけないと思います。ただもう一つ、やはりその先にある喜び、喜んでもらうというところは、今日今、席に座っている皆さんを見て本当にこれが必要だなと思いました。喜ぶ、全員が喜ぶとじゃ何か、やはり勝利だと思います。熱狂というところは、いい試合したね、もう興奮したよ、いろいろあると思います。ただやはり全員を納得させて、喜んで帰ってもらう、やはりそういうものをもう一つ、今シーズンはこだわっていきたいと思いますし、この、喜ぶ、熱狂、この両輪をね、今シーズン数多く皆様に、ね、届けられるようになれば、おそらく皆様が一番望んでいる、ね、J1 のタイトル、ここに届くと思います。本当に皆様の力が必要ですし、我々は皆様にとって唯一無二の存在になりたいと思っております。今年のスローガンにもありましたように、シーン、いろいろな立場になると思います、我々は。ただそこにとどまっていても何もありませんし、後ろを向いても何もないし、どういう状態であれ、いい状態も悪い状態も来ると思います。ただもう一歩ずつ前を進んで、足を踏み出していきたいと思います。それが可能な選手たちです。期待してください。彼らに本当に、熱い声援をかけてやってください。時には厳しい言葉もあると思いますけれども、厳しい言葉というのも彼らが前に出れるような厳しい言葉を感じてあげてください。甘やかしてるわけではないですよ。彼らは本当にプロフェッショナル、彼らの人権を奪うとかそういうことは僕は申し訳ないですけど許せません。本当に我々はファミリーとして、選手たちと、コーチングスタッフ、クラブスタッフ、フロント、でもちろんもうやはり皆様がいないと成り立たないので、全員で今シーズン前へ進んでいきたいと思いますので、今シーズンの1年、声援を送ってください。今日は本当に、足を運んでいただきありがとうございました。また今年もよろしくお願いします。今シーズン2024シーズン戦っていく上でサポーターの皆さんの力は欠かせません。どうぞ一層のご支援をお願いしたいと思います。それでは今シーズンを戦ってまいります選手の皆さんに、よろしければ激励も込めて大きな拍手をお願いします。
まずは正面の写真を撮らせていただくということで、メディアの皆様、中央にお願いいたします。メディアの皆様ありがとうございました。以上をもちましてフォトセッションを終了とさせていただきます。それでは最後は選手の皆さん、会場の皆様へサインボールの投げ込みをもちまして退場させていただこうと思います。非常に多くの皆様駆けつけてくださっておりますが、会場内様々あります。前の方などお下がりのようにお気をつけください。ご自身の責任からアピールなどをしていただいて、くれぐれも怪我もないようにご協力をお願いいたします。選手の皆さん、会場内方向にサポーターの皆さんいらっしゃいますので、自慢の肩を生かしていただいて遠くに近くに投げていただければと思います。さあ取ろうかね。さあそれでは準備ができた選手の皆さんより会場の皆さんへサインボールをプレゼントしていただいて退場をお願いできればと思います。頑張ります。1年間
頑張りたいと思います。8時半からということでしたので、ただいまスタートしております。
皆様のお手元にご案内なども入れております。また予約の件は出入り口にはスタッフもおりますので、どう